こんな国ではやってられない。撤退しよう。その結果は果たして。皆さんは普段からよくコンビニに行きますか？日本のコンビニで一番店舗数が多いのはセブンイレブン、そしてローソン、ファミリーマートと続きます。トップ3には及ばないのですが、ミニストップが好きという人もいるでしょう。そんなミニストップの店舗数は2021年12月時点で1971店。ところが当時お隣の韓国には2597店もあって、本家本元の日本の店舗数よりも多かったのです。日本もコンビニの数が多く飽和状態だと言われていますが、韓国のコンビニはもっと多く、人口比で言えば日本のおよそ2倍のコンビニがあるのだそう。2022年1月、ミニストップはそんな韓国から撤退することを発表しました。今回はミニストップのその決断が凶と出たのか、それとも吉と出たのかについて解説します。そして日本以外の企業も続々と韓国を見限って撤退している悲惨な状況についても見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ミニストップはイオングループのコンビニエンスストアです。イートインコーナーが充実していますし、フードが豊富で美味しいデザートがたくさんありますよね。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートに次ぐ国内第4位のコンビニチェーンです。1980年に当時のジャスコ、現在のイオンが 100% 出資して設立しました。2024年2月現在、店舗数は国内1856店、海外173店となっています。実は海外の店舗というのは全てベトナム。しかし以前は韓国やフィリピン、中国にも進出していました。韓国に進出したのは1990年のこと。次々に出店して、2021年12月時点には韓国国内の店舗を2597店まで増やしました。当時日本国内の店舗数が1971店でしたから、いかに海外に力を入れていたかがわかりますね。韓国のコンビニで三大コンビニと言われているのがチエスイシボ、CU、セブンイレブン。そんな韓国のコンビニ業界は、先ほどもご紹介したように店舗数が非常に多く、過当競争に直面しています。特にソウル市内ではコンビニが100メートルごとに発見できるほど増えているのだそうです。コンビニが増えても人口は変わりませんから、当然ながら経営状況は悪化していきます。でもどうしてそんなにコンビニが増えているのでしょうか。韓国では2012年頃からコンビニの店舗数が急激に増加しました。その背景には様々な要因があり、その一つとして、自営業比率の高い韓国では会社を退職すると再就職が厳しいという事情があるのだとか、本社の支援の中で加盟店として展開できるコンビニであればなんとかやっていけるのではないかという思いがあり、コンビニを開業する若者が非常に多いのだそうです。韓国最大のコンビニチェーン CU の統計によると、20代の新規契約オーナーは2016年時点で全体のおよそ 9%、 30代では全体のおよそ 27% にも上ります。この傾向はどんどん加速して、2022年には20代が占める割合は 16.2% にも達しました。つまり韓国には就職できなかった時にはコンビニをやろうという若者がたくさんいるのです。また若者以外では50代でコンビニを開業する人も多くいます。実は韓国では基本的に50歳で会社を辞めなくてはなりません。法的な定年は60歳なのですが、様々な手段で仕事を辞めざるを得ない状況に追い込まれるのです。韓国の就業プラットフォームサラムインの調べによると、実際に60歳の定年まで働く割合は2019年7月の時点で3割ほどと言われています。しかも就業プラットフォームジョブコリアの2021年10月の調査では、韓国の人が感じる体感定年年齢の平均は 51.7 歳、大企業では 49.5 歳という結果が出ており、定年50歳といっても過言ではないような状況になっています。しかし年金の支給が始まるのは
62歳から。そのために50代でコンビニを始める人が増えているのです。コンビニは多少の借金をして初期費用を用意できれば、職歴や学歴がなくても始めることができます。そこでコンビニを始める若者や50代が増えているというわけなんです。デパートや大型スーパーなどの小売業の成長が鈍化しているのに比べて、1人から2人世帯の増加や急速な高齢化などを背景に、コンビニだけが成長を続けています。その結果、韓国ではコンビニの飽和状態による過当競争が激しくなってしまいました。そんな中、ミニストップの売り上げはコロナ禍の影響が出た21年2月期に大きく悪化。コロナ禍が直撃した21年2月期は 55.3 億円と、非常に大きな赤字を計上するという結果になったのです。またアルバイトの確保や出店規制、人件費の高騰、夜間売上の不振などの課題が山積みでした。実は韓国ではコンビニの1店舗あたりの売上が日本の4分の1程度に過ぎないのだそうです。つまりコンビニを利用したい消費者よりも店舗の方が多いということ。さらに韓国のコンビニを苦境に立たせた理由があります。それはムン・ジェイン前政権による急激な最低賃金の引き上げやコロナ禍の長期化です。 CU、セブンイレブン、ジエスイシボの韓国主要コンビニ3社が韓国国会に提出した資料によって、コロナ禍の3年間でコンビニの業績が大きく失速したことが分かりました。高騰した人件費と賃貸料などに耐えられないコンビニは相次いで閉店に追い込まれました。最低賃金の引き上げ率が最も高かった18年、コンビニ3社の閉店数は急増し、それ以降も持続的に増加しています。ムン前政権におけるいわば所得主導成長の副作用は、商商工業者や自営業者に悪影響を及ぼしたのです。所得主導成長というのは、社会民主主義的な理念を内包した経済政策のこと。先ほども説明しましたが、韓国では多くの若者や50代の退職者がコンビニを開業しています。しかし激化する過当競争の中で閉店という厳しい現実に遭遇し、数千万円という赤字を抱えたまま退職金まで費やしたケースが少なくないのです。深夜の売り上げが多いコンビニですが、新型コロナが長期化したことで客足が途絶えて売上高も急減。やむを得ずアルバイトの代わりに店主の家族をも動員し、24時間交代で働いても赤字を避けられない状況に。このような状況で韓国商商工業者は政府に最低賃金に対する業種や規模別の差別化を求めました。また最低賃金の引き上げに反対するコンビニ店主は、遅い時間帯に商品価格を引き上げる深夜割増制度の導入を訴えています。韓国ではかつてないレベルだった不動産バブルが弾けつつあります。その原因は輸出低迷に伴う未曾有の貿易赤字と、アメリカの政策金利の大幅な引き上げに同調する金利の引き上げ。今後も個人消費が冷え込むことで、コンビニ業界のさらなる苦難は続くと予想されています。このような状況から、ミニストップは韓国における将来的な成長は難しいと判断。2022年1月21日、韓国でコンビニ事業を運営している子会社のすべての株式を現地のロッテにおよそ3130億ウォン、日本円で300億円余りで売却すると発表。韓国から撤退しました。実は韓国から撤退しているのはミニストップだけではありません。日本の他の企業や世界各国の企業が韓国に見切りをつけて撤退しているのです。金融業や製造業を中心に、2019年には173社の外資系企業が韓国から撤退。2018年の68社、2017年の80社に比べると、韓国からの撤退は加速していると言えます。2019年にはノージャパン運動が始まり、多くの日系企業が撤退したことを覚えている人も多いでしょう。ユニクロはいくつかの店舗を閉店するなどして事業を縮小しましたし、同じファーストリテイリング傘下の GU は完全に韓国から撤退しました。日産や DHC、丸亀製麺なども続々と韓国から撤退しています。さて、韓国から撤退したミニストップですが、
その後はどんな状況になったのでしょうか。そしてミニストップがなくなった韓国ではどんなことが起こったのでしょうか。次に韓国から撤退したミニストップとミニストップが消えてしまった後の韓国について見ていきましょう。韓国から撤退する際にミニストップは事業を現地企業に売却しました。ミニストップの買収に名乗りを上げたのは韓国のロッテグループと新世界グループ。ロッテはフランチャイズ契約のもとセブンイレブンを、新世界は韓国独自の e マートというコンビニチェーンを展開しています。店舗数はそれぞれおよそ1万1000店とおよそ5000店。しかしコンビニ業界トップ2は CSE シボと CU でそれぞれ1万5000店を有しています。そこでトップ2に追いつくためにロッテと新世界はミニストップを買収しようとしたのです。その結果勝利したのはロッテでした。2022年1月、ミニストップは韓国事業をおよそ310億円で売却し、ロッテの完全子会社になりました。ロッテとしては万々歳ですが、ミニストップのオーナーにとってはこの売却は悪夢としか言えませんでした。実はミニストップは韓国で唯一店舗の最低収入を保証していたのです。日本のコンビニチェーンは基本的に2000万円ほどの最低保証額を設定しています。店舗の収入がそれを下回ると人件費や光熱費が捻出できなくなり経営が立ち行かなくなるため、不足分を本部から補填するという制度です。オーナーの利益を保証するわけではないのですが、せっかく始めたコンビニが赤字であっという間に閉店したという事態を避けることができます。一方、韓国のコンビニ業界にはこのような制度がありません。どんなに経営が苦しくても、必要経費が経営を圧迫しても、本部は何もしてくれないのです。人件費の高騰も相まって、コンビニは閉店ラッシュに。ところが、新規開業する店舗の方が多いため、韓国のコンビニ数は増え続けているのです。ミニストップが撤退してロッテに売却されたことについて、韓国では日本企業が撤退してくれて嬉しいという声が上がりました。しかし、韓国で唯一最低収入を保証していたミニストップのオーナーにとっては悪夢でしかなかったのです。一方、韓国から撤退したミニストップはどうなったのでしょうか。韓国から撤退した後、ミニストップは売上が大幅減少ながら6期ぶりの最終黒字に回復したのです。韓国ロッテに310億円で売却した結果、売却益として288億円を計上したことが要因でした。さらにミニストップが浮上する鍵となったのがトップバリューとベトナムです。現在のコンビニ業界では PB、 つまりプライベートブランド商品が非常に重要性を増しています。各社は豊富な販売データを持っていますし、規模を拡大する中で商品開発力を強化しています。データを活用し価格力も優位を持ちやすいプライベートブランドは各コンビニの集客に影響を与える部分が大きい商品です。ミニストップの親会社であるイオンが持っているトップバリューの商品は質よりも量が多く安いというイメージ。コンビニの利用者はどちらかというと少量の美味しい商品を購入したいという傾向にあります。この点でトップバリューの商品イメージはコンビニの集客力には効果が薄いと言われていました。ところが昨今、急激な物価高によって消費者の節約志向が高まっています。これをチャンスにして価格競争力の高いトップバリュー商品を積極的に販売していく狙いを示しています。実際トップバリュー商品のアルコール飲料やソフトドリンク、スナック菓子の販売が増加しているそうなんです。皆さんもこれらのトップバリュー商品を手にしたことがあるのではないでしょうか。さらにミニストップの売上高に貢献しているのが近年経済成長を著しいベトナム。中国やフィリピン、そして韓国からは撤退したミニストップですが、ベトナムだけは海外事業として残っています。ベトナム事業では店舗数が 15% 増の138店に対し、売上高は 46% 増でした。店舗数の伸び以上に売上が伸びており、比較的好調だとわかります。中でも野菜などの食料品も取り扱う
新フォーマット店における売上の伸びが大きいようです。営業利益は2億円の赤字でしたが、直近の第4四半期単体では事業開始以来初の黒字化を達成しており、徐々に業績は改善傾向にあるようです。国内で苦しい状況が続く中、むしろベトナム事業の方が比較的堅調と言えるかもしれません。かつてベトナムでは中国から農産物を輸入していましたが、多くのベトナム人が使用されているであろう多量の農薬に強い警戒感を抱いていました。それに比べて日本のミニストップが扱う野菜などの食料品には安心感があるのではないでしょうか。韓国からの撤退を決めたミニストップの英断は吉と出たようです。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。